綺麗になれ、綺麗になれ。よし、これだけピカピカになればいいだろう。でも、なんか最近歯がしみるんだよな。虫歯じゃないはずなんだけどな。クックック。クックック。磨け磨け。もっと磨け。磨け磨け。そうやって歯を削れ。削れ削れ。ゴシゴシ力を入れるんだ。入れろ入れろ。お、なんだか歯が削れているような。おいスー、弱っているここをさらに削るんだ。削る削る。へいへいほー、へいへいほー。ちょっと待った。虫歯の予感が僕を呼ぶ。シカイダーマン参上。出たな、シカイダーマン。しかし何しに来たんだ。この口の中に虫歯は一つもないぜ。ないないな、なんだって。本当だ、虫歯がない。それならなんで虫歯菌がいるんだ。この人間は自分から歯をもろくしてるんだぜ。自分から、自分から。まさか磨きすぎ。えひひ、自分で自分の歯を削ってる。削ってる削ってる。よーく聞くんじゃ。くさび状欠損とは歯の根っこが減ることじゃ。斧で木を切るときの三角形のかけ方に似ているので、くさび状というんじゃな。虫歯ではないが、くさび状欠損が原因で歯が染みたり、痛みが出ることもあるんじゃよ。そして、そこから虫歯になることもあるんじゃ。力を入れすぎて磨くのが主な原因じゃよ。しっかりと磨こうとして、強く磨いてしまいがちじゃが、適度な力で磨くことが大切なんじゃな。ではさらばじゃ。力を入れて歯を磨けばいいと勘違いしているぞ。勘違い勘違い。正しい磨き方を知らないんだ。知らない知らない。確かに力を入れすぎている人は多い。虫歯になりたくないからついつい力が入ってしまう。でも虫歯になりたくないからこそちゃんと毎日歯磨きをしているんだ。だって磨けば磨くほど歯は削れていくんだぞ。その原因が自分の歯磨きってことにも気づいてないようだしな。気づかない気づかない。一生懸命に磨いてる人を悪く言うな。僕の技は虫歯予防にも使えるんだ。レジン充填。なんだ、何が起こった。なんだ。これでも歯がしみる心配はない。そんなわけないだろう。スー、斧で歯の根っこを削るんだ。削る削る。へいへいほー、へいへいほー。あれ、全然削れない。削れない削れない。何をした。削れた歯をレジンで補強したのさ。あ、くさび状がなくなってる。なくなってるなくなってる。くそ、今回は許してやる。歯が削れないからって油断するなよ。油断するなよ。歯磨きをすることはいいことだ。でも力を入れすぎて歯を傷つけてしまうこともある。これからはゆっくり優しく歯磨きを心がけよう。また一人虫歯になる悲劇から救われた。
を入れすぎず、優しく優しく。汚れをしっかり落とそうとゴシゴシ強く磨いてたけど、優しく磨いてもちゃんと汚れは落ちるもんだな。しかも強くゴシゴシ磨いてた時よりも歯ブラシがボロボロにならない。こりゃ歯だけじゃなくてお財布にも優しいぞ、なんつって。良い子の良い歯を守るため、戦え、シカイダーマン。歯を磨き毎日続けて、綺麗な歯欲しいわ、君には渡さない。熱い熱い熱いハードでみんなのみんなの